今現在何かしらの辛い状況にいる方に向けてこの動画を作っています。メンタルヘルスの分野で使われる認知的再評価って聞いたことありますか？これはですね、ネガティブな感情を別の解釈で捉え直すことを言うんですね。今現在何か辛い状況にあった時に視点を変えてみる。ちょっとね、分かりづらいと思うので僕の体験談をお話しすると、少しこの認知的再評価という言葉が理解できると思うので少しお聞きください。僕は5年間ですね、陸上自衛隊にいたんですよね。18歳から23歳までいたんですけれど、その中で2ヶ月間だけですね、上官にこう、暴力を受けてたんですよね。いじめに近い状況だったと思うんですけど、その2ヶ月間で起きたことを話すと、この認知的再評価のことが理解できるかなと思うんですけど、銃で殴られたりとかね、ふらふらぐっと掴まれて壁にどんどんされたりとか、一人の時にすごくされていたりとか、それを僕自身はあまり同期に言ったりとかもしてなかったんですよね。で、それで辛いなと思って逃げ出したいなと思ってたんですけど、まだその当時自衛隊に夢を持って自分の自衛隊の中でやりたいことっていっぱいあったので、逃げないぞっていう気持ちだったんですね。それでもやっぱり日々、そういうことが続くので辛い状況だったんですけど、ある日偶然なんですけど自分の視点が変わったんですよね。こう胸ぐらガッて掴まれてる時に、ちょっとなんか掴まれてる自分がかっこいいって思っちゃったんです。掴まれながらなんか自分に酔っちゃったんですよね。なんか映画の中の主人公みたいな感じで、なんか映画の主人公ってそうじゃないですか。ヒロインってね、そこから這い上がっていくっていうイメージがあって、そのなんか主人公になったかのような視点になったんですよね。その解釈を変えただけで僕は楽になって、それをその2ヶ月乗り越えることができたんです。これが認知的再評価です。僕その当時はこの言葉はもちろん知らなかったんですけれど、でも今考えたらこれは認知的再評価だなって思っています。僕の話はあくまでも一例として考えてほしいんですけど、別にね、その状況だったら多分ね、逃げたり誰かに言った方が絶対いいとは思うんですけど、ただこれはすごく学びがあって、視点変えるだけで世界の見え方が変わるんだなっていうふうに思ったんですよね。それは今すぐでもできるんです。例えばなんですけど、勉強嫌だなって勉強するよりも、これが自分の血になり肉となり、これが成長してるんだって思うと頑張れたりとか、今やってる現状の世界が違って見えたりとか、このやりたいことの下についてくるやらなければならないことを解釈を変えていくといいのかなって僕は思うんですよね。これが認知的再評価によって乗り越えることができるんじゃないかなと思って、今日はこんなお話をしたんですけど、今辛いなと思ったら別の視点でその物事を考えてみるってことをアクションする。ぜひこの認知的再評価参考にしてみてくださいね。